昔俺は北極星にちなんでつけたんだ。たった一つ決して動かねえ星だ。そう言ったけどよ、北斎先生のおかげで今があるんです。お前なぜ絵を描いてる。絵なら下っ端から這い上がれると思ったからだ。歌丸よりもうめえだろ。てめえの絵は色気がねえんだよ。役者の中を写したんです。わかります？ふざけてるのか。勝ち負けで絵を描いてるのか。何の話だ。絵はな、世の中変えられるんだぞ。堕落した読み物や浮世絵、これらの世を乱す物事を律していかねばならん。何があったんだ。見せしめだ。人が喜ぶ絵を描くのはそんなに悪いことか。こんな日まで絵を描く気か。こんな日だからだ。きっと悪に違えねえ。今だから甘えるもんが。こんな世の中に生まれた子が幸せになれんのか。私たちが喜んでやらないでどうするんですか。絵のために全てを捨てられますか。こう来るとは思わなかったな。親父なの。勝負してんだ世の中とよ。北斎。